参議院の選挙制度改革をめぐり公明党の山口代表が自民党に対して恥ずかしい状況だと厳しく批判する一方自民党も反論し対立が表面化しています未だに抜本とはほど遠い、えー、意見も出ている状況は恥ずかしいことだと思います参議院の選挙制度改革では 1一票の格差是正のため自民党が6増6減案などを検討していますが山口代表は不満を示し第1党が責任感を持つべきだと強く批判しましたこれに対し自民党の伊達参院幹事長は反論しました自分たちの主張だけを通するそんなものは妥協なんかできるわけないでしょう 自民党は来年の参議院選挙に向けて6月中旬をめどに与野党で改革案を取りまとめたい考えですが与党内からも批判が出て厳しい状況になっています。